ねえ、ルリちゃん、ルリちゃん。あ、ルリちゃん、眠っちゃってる？へえ、宮本がこんな隙見せるなんて珍しいな。そんなことないよ。ルリちゃん、しっかり者に見えて意外にぼんやりしてることもあるんだよ。そっか。でも多分宮本がそういうとこ見せるのは小野寺みたいに気の置けない相手にだけだと思うぜ。そうかもしれないね。私もルリちゃんの前だと隠し事できないから。なんか宮本うなされてねえか。うん、そうみたい。このままじゃかわいそうだし、起こしてあげようか。どうしようかな。ただ起こすのもなんだし、鼻でもつまんでみるか。え、そんなのかわいそうだよ。やっぱり私が起こしてみるね。ルリちゃん、ルリちゃん、起きて、ルリちゃん。うるさい。あ、鼻に見事なパンチが。つうか、なんで俺に。一条くん、大丈夫？あ、大丈夫だ。不意打ちだったからビビっただけだ。ルリちゃん、起きないね。いや、そんなのダメよ。アイスはトリプルだと何度言ったら。悪夢じゃないみたいだな。うん。あ、いたいた、ルリちゃん。あ、みんなどうしてここに。みんなで応援に来たよ。練習試合頑張ってね、ルリちゃん。ちょっと待って、私試合のこと小先にしか言ってないはずだけど。まあまあ、照れない照れない。俺らルリちゃんのことを真面目に応援するからさ。あなたに応援されると勝てるものも勝てなくなりそうだから、黙っててもらえるかしら。そんなのつまんない。たく、他の奴らはもう帰っちまってたから俺らしか来られなかったんだけど、悪いな。別に、来てくれただけで十分よ。ルリちゃん、頑張ってきてね。私たち応援してるから。お、次ルリちゃんの出番じゃね。なんかこう、勝負ことってすごく燃えるわよね。頑張れ、ルリちゃん。ルリちゃんが本気で泳いでるとこすごくかっこいいんだよ。へえ、そりゃ楽しみだな。お、スタートした。宮本、頑張れ。いけ、ルリちゃん。って、あれ、ゆっくりだね、ルリちゃん。だな、かなり出遅れてるけど、これっていいのか？ルリちゃんはここからがすごいんだよ。すごいってどんな？すげえ、宮本のスピードが急に上がった。キャー、すっごいすごい。あっという間にルリちゃん1位だ。
れた。私の出番今日これだけだから、あなたたちもう帰ってもいいわよ。おっつー、さすがルイちゃん、勝ってもクールな表情キープ。え、なんで俺睨まれてんの？褒め言葉だったのになんで？でもマジでかっこよかったぜ。小野寺の言う通り、ほんとすげえんだな。そうでしょ、ルリちゃんは自慢の親友だからね。それほどでもないけど、応援ありがとう。この漫画というものは面白いの、ラク。ああ、そう。俺寝るから電気消すぞ。ラクのバカ、わやわはまだ漫画を読んでおるのに。こいつ、妖怪なのに読めが効かないのか。おはよう、ラク。うっすし、宮本も一緒か。おはよう。今日もルリちゃんは不機嫌そうだね。あなたの顔を見たからよ。ルリちゃんひどい。おいシュ、朝っぱらからやめとけって。宮本が嫌がってるだろ。ちょっとふん。はい、今日の連絡は以上。そろそろ1年も後半だよ。焦る必要はないけど、将来についてもぼちぼち考えときな。じゃ、ホームルーム終わり。ねえ、さっきの先生の話だけど、一条くんは将来の夢って何かある？あんな生活がしたいとか。そうだな、俺の場合は夢っつうか、なんとなくの目標だけだな。楽は公務員志望だろ。まあまだわかんねえけどな。とにかく堅実な仕事がしてって心から思ってるぜ。そうなんだ。一条くんらしいね。ねえねえ、ルリちゃんはどうなの？正直あんま想像つかないんだけど。いや、宮本のことだから案外すげえしっかり考えてるんじゃねえか。さあどうかしらね。私の夢なんて大したことないわよ。大したことない夢なんてないと思うけどな。いや、卑下してるわけじゃなくて、くだらない夢ばかりなの。例えばホールケーキにかじりついて食べてみたいとか、プリンのお風呂に飛び込みたいとか。ホールケーキか、それは私もやってみたいな。プリン風呂はトラウマになりそうだけどな。ねえルリちゃん、他にはどんな夢があるの？親友の結婚式に出ることかしらね。私の夢はそれくらいよ。宮本、まだ帰ってなかったのか？ええ、小先の用事が終わったら一緒に帰る約束をしてるの。ってことは小野寺もまだなんだな。ええ、そろそろ戻ってくるとは思うけど。そっか。どうしようかな。俺も残ってようかな。明日の予習とかしておきたいし。好きにすれば。ところで、宮本はスマホで何してんの？ゲーム？いいえ、ニュースを見てるだけ。近年非正規雇用の増加が著しいけど、果たしてこれで将来の日本企業を支える人材が潤沢に育つものかしら。おお
私たちが就職する頃には年金問題だって消費税の問題だって今よりずっとシビアになっていると思うの。そう考えるとたとえ GDP が増加していても油断はできないでしょ。今のうちから情報を仕入れてリスクヘッジしておかなくちゃ。いや、すげえな宮本。俺そこまで深く将来について考えたことなかったわ。知識があって損をすることはないわ。暇な時のニュースチェックはおすすめよ。おう、宮本すげえな。よし、綺麗になったな。で、なんで俺は宿題をやらずに部屋の掃除なんかしてるんだ。いわゆる現実逃避というやつじゃな。うやべ、寝る時間がなくなる。今日は日曜日か。特に用事もねえし、何して過ごそうかな。気づけば部屋に荷物がいっぱいだな。いらんものがあるなら誰かにくれてやればよいではないか。お？こんなもん渡して喜ぶもんかね。大事なのは気持ちじゃ、それと誰から送られたかじゃ。偉そうなこと言うじゃねえか。わらわは偉いからの。それで誰にあげるのじゃ。そうだな、やっぱ小野寺かな。うん、あの和菓子娘か。良いのではないかの。この辺りのどれかを渡すと良いと思うぞ。どれどれ。気に入ってくれるかね。いらっしゃいませ。どうも、小野寺。今日はどうしたのかな。和菓子を買いに。いや、和菓子じゃなくて、その小野寺にこれを渡そうと思ってさ。これってすごい。私これちょうど欲しかったんだ。もらっちゃっていいの。ああ、もちろん。そのために持ってきたんだから。それじゃあ俺帰るわ。せっかくだし、お茶とかご馳走させて。え、そうか。それじゃあ、お邪魔します。日曜日、小野寺の家で楽しく過ごせたな。坊ちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。今朝のご飯はアジの開きでさ。よし、今日も一日頑張るか。